ありがとうございます。三田真央さんがね、すっごい、私すっごい規制をね、あのね、三田真央さんはね、はい、私苦手なんですけど公言されてるんですよね。すっごい規制上げてくるんですよ。で、私は黙って見たい派やのに、三田真央がずっと規制上げるから集中して見れないんですよ。いつもはね。だからアニメートではマナーを守って静かに自分の好きなアニメや漫画を見ましょう。よろしくお願いします。いつも守ってるんですよ。うるさいですあのアニメートに来て、ね、いただいてるお客様、あの静かに見ていただける方もいらっしゃいますし、はい、あの私もちょっと拝見してましたけど、あの三田さんの規制はすごい感じだったので、いつも一人やから、はい、三田さん少しうるさい少し黙っておいてください。はい、はい、みんなお察しの通りです、ね、あの以前に堺筋の方に、日本橋店ございまして、はい、まあ、明日からこちらが大阪日本橋店としてオープンするんですけれども、はい、どれくらいどんな風に変わった印象とかってあります？やっぱり広いのが印象的ですね。やっぱりアニメイトとかって商品に夢中になってると後ろの人とか気づかないんですよ。でぶつかっちゃうのが結構あったんですけど、今回店内も広いし天井が高いんですよね。そうですね。だからすごい開放感があってすごい見やすいっていうのが本当にファンの目線からしてありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございますあの店長があっちにいるので、ありがとうございます。ありがとうございます。あの例えば、まあ、アニメート今までも来られたことあるかと思うんですけども、はい、どんなものを買われたりされてます？木下さん、三田さん。私は多分言っちゃいけないものを買って今のはそうですよね、言っちゃいけない。あの少しばかり過激な描写が描かれてる、サブカル的な、そうですね、サブカル的なものですよね。あのこれは言っていいのかわかんないですけども、松本二郎さんっていう作者の結構ヤバめの感じの、そうですね。もうやめておきましょうか。そうですか。ちょっと大人たちがそうそうしなくて期待してみて。やめましょうか。絶対嫌です。ちょっとなんか絶対嫌です。ちょっと絶対嫌です。こういうとこはねやらないといけないですよね。うんじゃなくて。なんかじゃあ。うん。何でもいいよ。なんか自分言ってるやん、ブツブツ。言ってないよ。それを言ってない。言おう。すっごい無茶ぶりやねん。こういうとこで言っとかないと。アピールしよう。じゃあし、無理です。やりましょう。じゃあアニメイトさんの宣伝で、はい、大阪日本橋店。はい、お願いします。はい、少年で。みんな。アニメイト大阪日本橋店絶対来てくれよなってなりますよね。すいませんね、皆さんちょっとお願いします。ありがとうございます。すいません、乗ってくれないですね。なんかアニメ好きはいるんですけど、あの例えば三田と、まあ、私もそうなんですけど、キモータレンジャーっていう年日の中であって、はい、その中の小笠原真由さんっていう子と、うん、中川ひろみさんっていう子もいて、小柳ありささんっていう子もいるんですけど、うん、全員ジャンルが違うんですよね。だから語り合えないっていうか、うん、そうそう、アニメというジャンルでは一つにまとまってるけれども、細かく分けていくとちょっと全然違うぞと、はい、だから喋ってても私は三田の話を理解できないし、そう、私は逆に桃花さんの話を理解できないし、そうなんですよね。あのこうどん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 下につなげていって、はい、自分のこう派閥を広げていくみたいな、そういうこう、そう、宣伝活動みたいな、ね、行きたいんですけどメンバーが全然興味を持ってくれないって、一人でずっと語ってて聞き流されるんで大体は。あの一人でも増えていただくと、あのアニメイトのお客さんになっていただけるかななんて。あ、私強制的に連れてきたりしますよ、メンバー。はい。私は主に一人ですね。一人で入会して。あの、まあ、最後の質問なんですけども、はいはい、あのコスプレとか、まあ、さっきも売り場でちょっとコスプレのコーナー、あの、はい、二人とも反応すごくされてたんですけど、コスプレとかってされてたりとか、まあ、これ後に どんなコスプレのチャレンジしたいかななんていうのがあればお伺いできればと思います。コスプレはもう、コスプレは、ももかさん、ね、はい、私がめっちゃするんですけど、あれしたいな。何やねん。どこ見てふっと思いつかない。ちょっと
いいですか。羅針盤の実はですね、羅針盤 の, 針盤の、イメージキャラクターの、はい、ランランとても可愛い。めっちゃ可愛いですね。やばい、もうこれは狙ってますね。目が公式レイヤーの高原しぐれさんです。可愛い、高原しぐれです可愛い。この学校したいなじゃあぜひチェンジをする感じでも店長とのコラボになってしまうので、すごいコラボですね。アニメートさんと。あ、全然羅針盤さんとそれは挑戦として受ければいいわけですよね、羅針盤さんから。イエーイすごく、漫画や、アニメや、グッズがすごく豊富に揃っていますので、成人の方も成人ばっかりやね成人ばっかりな、いろんなね、ジャンルが揃ってます。はい、私はいろんなところを見ましたので、皆さんいろんな意味で楽しみましょう。ありがとうございます。じゃあ、三田さんお願いします。はい、私もほんまにアニメート週一の頻度で来てるので、日本橋店、新しくなった大阪日本橋店にも来たいんですけど、大抵一人なんで、一人で、あ、三田もおるなって思ったら喋りかけてください。一人結構寂しいんで、同類待ってます。一緒に楽しみましょうなかなかアイドルですね。頑張ってますね。一番大きいところに周ちゃんが来てます。これ無理や。